ここがですね、東京港区六本木なんですけども、ここにベンツ屋さんがあるんですが、ベンツ屋でなんでこれをやってるのかよくわかんないですけど、多分デザインがベンツだからなんでしょうね。ファーストクラスエミレーツアットメルセデスミー東京と書いてありますが、ファーストクラスを体験してみませんか。まあ昨日体験したんですけどね、昨日ね、私シンガポールからスイートに乗って帰ってきましたんで、まあ似たようなものにちょうど乗ったんですが、まあぴったりなところでね、SNS プレゼントキャンペーン実施中、まあ大丈夫でしょう、多分 YouTube にも載せていいんじゃないかなと思いますんで、話聞いてみようと思うんですが、今からエミレーツ航空の、ファーストクラスをちょっとこう体験しようというわけです。いくらぐらいするのかな、100万円とかで多分ドバイまで日本からも出てる乗れるそうですよ。だから、oh, so, I prefer this bus. Could you change other car? Thank you. Which color you want? So, yellow? Yellow? Yellow, please. This is yellow. Oh, oh, red. Oh, okay, okay. So, this one you need. Oh, red? Oh, beautiful. Red? Green? Oh, awesome.おお、びっくりした。あ、静電気の床がふわふわだ。こんな2日連続ファーストクラスに乗ると思う。おお、あ、素晴らしいね、これね。こんな革張りのシートって私嫌いだったんですけど、今までね、こんなに柔らかい革張りシートを使わせてもらえるとは思わなかったな。あ、これいいな。普通革張りシートって硬いんじゃないのと思うんですけどね。まあ、これ開けるとこう、こういうやつが入って、お、リモコン式なの？え、ラジオウェーブを発射するような電子機器っていうのはね、基本的に使えないというふうに私は飛行機でよく言われるんですけど、使えるんだな。ボタンピッと押したらキャビンアテンダントさんが来るとか、そういう感じだと思うんですけどね。まあこれはよくあるやつですが、リモコン式か、面白い。まあこれちょっと何書いてあるのか全然わかんないんですけど、エミレーツの方がですね、今案内してくださってるんですが、へー、これ今、あ、キャビンアテンダント、私が呼ぶってボタンを押したから、キャビンアテンダント呼び出しボタンが点灯してるわ。ちゃんと機能してるんですね、これね、多分。長押しすると消えるんじゃないですか、確か。消えないな。あ、消えた。おー。いいね。あとはこれ、ファーストクラスの、あ、これが、お食事用のやつですか。あはは。なるほどね。で、ここにこう、切れかけて。これ、食事用のランプかな。多分、どっか上がつくんだと思いますけど。お、違うな。お、あ、座席がこう、なるほど、食事用に合わせて動くんだ。Yesterday, I fly from Singapore, by... あとは、Oh, thank you. So, I want to try reclining, making a bed. This. Oh.Great.すごいな、本当に。こんな大きなベッドになった。あ、横向きにも動く。ははは。ええ。あ、余計？これも金色だしね。OK？ はい、OK？ ドアまで閉めてもらって完全個室になった。ね、シンガポール航空のスイートもすごい良くて、まあ部屋はね、これより広いんですけど、ただ、完全個室にはならないんですよ。へぇー、あ、すごいな。へぇー、Where is this first class destination? Haneda, Dubai Haneda. Dubai Haneda. Brussels. Yes. Geneva. From Tokyo?From Dubai. Dubai. From Haneda to Dubai, then you can take other destinations. So, for example, London. Yeah, yeah. Or New York. New York. No, not New York. Other one. Oh, great. Oh, yes.これも多分あれなんでしょうね。乗客が自由にこうこれを取り出して、そんで。まあ、飲み食いしていいってやつでしょ。で、多分なくなったら補充されるんでしょうね。面白いサービスだ。ようこそ以下を選択肢開始する通信。これは How can I operate this display? How can I use? Touch! Directory? Oh! Oh! Great! 座席電源、そんなボタンあるのか。
プラグイン&パワーアップ、ああこれは座席電源はここにありますってことですね。ここになんかこうある、これを多分何もしなくても使えるんでしょうね。なんかそれらしいことが書いてある。で、まああのアラブ首長国連邦も、イギリスもオーストラリア、ヨーロッパ &USA と書いてあります。ザ・ USA でしたっけ、まあどっちでもいいんですけど、あとは何かあるかな、ちょっと見てみようかな。エンターテインメント、これ大事ですよ。まあ、やっぱ地図、マップがどっかに、Do you have a flight map? Yeah. Where can I use? No ignorant? Oh.あ、なるほどなるほど。あ、ドバイ情報なんてのもあるわ。これがトゥデイズフライト、これはボーイング777の300型に搭載されてるらしいんですけど、あ、こういう風なカメラもあるのかな。ちょっとこれドバイまで行くにはもったいない、もっと遠くまで行きたいなという時はさっきもあの話しましたけど、乗り換えて、ロンドンとかね、そういう行き先にも行けるそうです。だから例えば、東京、ドバイで、ロンドンとか、ね、そういう風な、ね、あの乗り継ぎであの利用することもできるわけですね。これ面白いな。こんなのまであんの。おー、All of the first class passenger can use this for progress? おー、こんなの初めて見たな。これは面白い、いいサービスですね。もっといろんな航空会社でもやってもらいたい。やっぱ飛行機ってのはあの外の景色を楽しむのが楽しいですからね。あのこれはすごい気持ちを分かってんな。これもきっといくらか知らないけど、めっちゃ高級なオペラグラスなんでしょうね。これは多分 Can I open this? Thank you。 よし、じゃあ開けてみよう。ほー、ああの皆さんご存知と思うんですが、私でも知ってるあのブルガリアヨーグルトじゃないですよ、あのブルガリね、有名ブランドの本物だな。こんなのまでもらえるの。中身もたっぷり揃っております。エミレーツのファーストってのはね、とにかくすごいから、あの乗ってみろと視聴者の方にも言われたんですけど、なんかこう乗っちゃったな、こんな簡単に2日連続ですよ、ファーストクラス。他にはこれ多分ノイズキャンセリングイヤホンだろうな、ヘッドホンというのかな。あ、違う、イヤホンじゃないわ。これもあれか、2つもあんの。まあもしかしたらあの時間帯によってね、あの朝乗るのと夜乗るのとでファーストクラス の, あのアメニっていうか変わる場合あるんですけど、これはこんなにたくさんもらえるの、すごいな、信じられんことだな。ということで、こう驚きの連続ですよね。なんでこんなにもらえるの。ちょっとそしたらさらに取らせてもらうと思うんですけど、これもこの中にもまたこういうのあるわけでしょ。これもまたね、こういう類のものじゃないですか。これ 3個もあるのかな、ちょっと信じられないことだ。アイクリームってなんだ、目にクリームをどうやったらつけるんでしょうか。あまりにも謎が多いなと思うんですけど、こんな立派な手帳までついて、それも金がいくらでもあったらどんどん今の乗りたいですもんね。世の中いろんな航空会社がありますけど、今後もきっとこういうのはたくさん出てくるんだろうな。あ、これがエミレーツの機内しか、英語はあんまりよくわかりませんけど、ちょっと見てみよう。これザ・エコノミスト、あーなるほどね、こんなあの時代の先端を行く雑誌的なやつもあるんですね、ちゃんとね。それからですね、あとは何があるかな。ご搭乗ありがとうございます、ちょっとこれも見てみるか。エアショーを見るってなんだろうこれ。あ、今どこを飛んでるかね、高度1200フィート395メートルってこれどこなんだろうな、謎の場所ですけど、680キロ、まあこれはディスプレイですけど、あのデモンストレーションなんでしょうけど、まあ、本物の飛行機でこういう風に、操作も簡単だ。多分これは取れるんじゃないのかな、取れないか、取ることはできない、まあ取れるかもしれないですね。下の、なるほど、これをこう横にこう動かして、それでこの座席自体をスライドさせるんだ。あー面白いものたくさんある。それからこれは多分ストレージっていうのかな、そういうやつだと思うんですけど、やっぱこの中にこう上着とか入れたい。私もね、昨日シンガポール航空であの乗りましたけど、これがあれだな、イヤホンだなこれな。こんな大きいのか、巨大。まあちょっと開けるの大変なんで開けなくて、やっぱでも開けるべきだな。なんかこれももう普通のヘッドセットという感じではないですね。なんかこう独自のデザインと、高級なんだろうな、いくらするか知らないけど、まあ視聴者の皆さんぜひあの調べてみてください、これいくらするのかとかね。
まあ私は自分で調べりゃいいんだけど、本当はそう視聴者にやらせるのあんま良くないかもしれないですが、あとはあれですね、ファーストクラスといえばあのやっぱり布団だと思いますが、寝るときにはこのお布団出して、ここにこう敷いてもらって羽布団になると、白いね、かっこれ、あ、これは上の網棚かな。 Can I open? Thank you. オーバーヘッドコンパートメント、こうかな。おー、あ、上に枕とかが入ってるんですね。 Is that a pillow? あ、OK。 Thank you。 じゃああんま長々といると邪魔にもなるかと思うんで、この辺で終わりにしようと思いますが、あの値段はいくらですかと聞いたらね、エミレーツ航空で、ファーストでドバイまで行くと60万円って言ったかな、安くないですか、ドバイまで8時間半ぐらいかかるらしいんですけど、往復で60万だって言うんですよ。まあもちろん日本にもね、あの全日空のフライングホームっていう今極端に安いファーストクラスがあって、あの33万円という異常な安値で乗ることができるわけですけど、まああの広い席で最新型のねファーストクラスで、それで60万だったらやっぱり相場よりはかなり安いですよね。なんか乗ってみようかなっていうような気になったんですが、まあこれで十分満足できているような気も、しております。ちなみにですね、数に限りがあるそうですけど、こんなものまでもらえちゃいましたね。ボーイング777についてんだそうですが、あんまよく知らないんですけど、飛行機降りる、ドアのところにね Remove Before Flight って書いてある、なんかこうこう突き刺してるやつありますね。それはね、こんなお土産物まで何も金払ってないですからね、ただで、乗れてしまったわけでございます。あの人もすごい親切にしてもらいまして、なんか日本のねエミレーツ航空のすごい偉い人みたいです。英語しか喋りませんでしたけど、私も頑張って、英語をですね、応戦って言ったらあれですね、お話ししまして、親切に対応いただきありがとうございました。シンガポール航空の動画よりも多分この動画の方が先に出てると思うんですけど、シンガポール航空との違いとしてはね、で上側の閉じてるのはこっちの方がこう立派で、それからやっぱ自分の座ってる座席をこうリクライニングしてベッドを作ってしまうというスタイルは、それはそれでね、こうなんていうんですか、まあ作り付けのベッドではないから、ちょっともしかしたら難点があるかもしれない。まあ一方でやっぱ楽ですよね。まあそれがシンガポールスイートとの違いかなと思いました。で客室自体はね、シンガポール航空の方が多分広いと思いますね。乗ってみてうわなんだこれってなるのは多分シンガポール航空の方が度合いは高いと思うんですけど、まあ値段はこちらの方が安いし、それから、エミレーツの方がなんかこういうね双眼鏡とかいろいろ小物類が揃ってるのかなという感じがしました。まあシンガポール航空もね双眼鏡を出してくださいって言ったらくれたかもしれないんで、別にそれはなんかどっちもどっちなんですけど、ギャラリーにて撮影した写真とともに、メルセデス・ミー・エミレーツのハッシュタグをつけて SNS に投稿いただくと1000名様に、オリジナルキーホルダープレゼントということで、私まだねタグつけてないのにもう先にもらってしまったわけですが、まあもしかしたらあれかもしれないな、私がこういう風なことも撮らせてくださいって言って、あ、いいよいいよって言ってもらったんで、それで先にくれたのかもしれません。まあそういうことですね。